はい、こんにちは、まめと申します。今回からこちら見習い魔術師のプチ冒険実況プレイ、続きからじゃない初めからやっていきたいと思います。いや、もうほんとやばい、緊張がでもさ、今さ、魔術師って噛まなくて言えたんですよ。ちょっともっと褒めて褒めてはい、ということで大変長らくお待たせして申し訳ありません。やっと始めたいと思います。いや、本当はですね、ちょっとだけ今回前置き長くなっちゃいます、ごめんなさい。本当はですね、他にもね RPG 実況してるんで、それが終わってから始めたかったんですけど、もうね我慢ができなくて、はい、始めちゃいましたはい、ということで以前実況させていただいたスクールボーイズ夢の岬再編やスクールボーイズ歩みを制作されているキリアさんのゲームとなっております。いや、もうほんとめっちゃ楽しみでした。で、もうちょっと続きます、前置きごめんなさい、もう1分も経ってる。今回こちらですね、 RPG なので、どうしてもねレベル上げっていうのが必要になってくると思うんですよね。なので、レベル上げが必要になったらちょっとね動画の期間がね空くかもしれませんが、ご了承ください。はい、もうねほんとね前のね RPG 実況でねレベル上げの必要さをしね、もう必要さをひしひしと感じました。もうさしすせそが相変わらずね絶望的なんで本当にごめんなさい。でね、商業系でもねドラクエでねもうレベル上げが本当に必要とね感じたんですよ。はい、ということでドラクエのねラスボス戦レベル上げが足りなくて詰まってます。はい、ということで全然関係ない話してすみません。ということで早速やっていきたいと思います。ニューゲーム、今回はねゆうひちゃんとかねのりくんとかね、画面に出てたかい兄さん、まもるくんが出てくるお話ですね。はい、俺の名前は夕日、町の平和を守る正義の魔術師佐藤、軽い軽いと言ってもまだ見習いなんだけどな。ある日俺は宿敵であるノリと会っていた。そしてひょんなことがきっかけで魔法の勉強を教わることになったんだ。なんかさ、漫画でありましたよね。はい、なんか君はまだね下級の魔法しか使えないのかみたいなありましたよね。立場的に考えてあるまじき行動であることは重々承知だったけど、内心嬉しかったのはここだけの話だかわゆす。はい、いやー、両思いなんですけどね。まったく、ナリの隠れが洞窟かな、めっちゃ本がいっぱいあるという原理で、さらに強力な炎を、幻として召喚し扱えるのです。理解できましたか？理解してる、ちゃんと勉強してる。はーい、ノリ先生。いや、さすがノリだぜ。今まで分からなかったところがスイスイと、分かっていくこれは意外な流れです。夕日ならと侮って敵に塩を送ったつもりが、予想以上に吸収が早い。このままではそういえば今日はこれから少し用事があるんだったな。どうしましょう。そっか、だったらしょうがねえな。勉強もだいぶ進んだし、そろそろお開きに台風哺乳大変だぞ。なんじゃこいつら。現在職種たちは有給休暇中でして、その間のアルバイトとして雇っているのです。それで、行くわけだ。はは、日本語でオッケー。いかがしましたか、平米。大変なんだぞ。夢具現化装置がおかしくなったんだぞ。米が悪いんだぞ。まあ、ひどいふにゃ。兵と違う、ベイと兵で一緒にヘマしたんだふにゃ。兵ちゃんとベイちゃん、歩みでも出てきましたよね。とりあえず様子を見に行きましょう。勉強の続きは次の機会ということで。あれ、これからの用事の方は？そんなことよりもこちらの方が優先です。夢具現化装置ってさ、岬祭で使ったのか？はい。おい、この機械だらけの部屋は何なんだよ。
ちょっとした研究室みたいなものですよ。うむ、これは珍しい現象ですね。どういうことだ？この巨大装置ですが、簡単に言うと人の欲望を取り込み、それを具現化する機械なのです。本来の対象は夢なのですが、どうやら夢とは違う異次元空間が具現化しているようです。さて、僕はこれから原因の特定のために空間の潜入を試みるのですが、君も手伝いなさい、夕日。なんでだよ。だいたいこの装置はお前らウルフズが世界征服を目論むためのものだろ。この俺がそんな修復の手助けをするわけねえだろ。このままだとさらに装置が暴走し、現実世界にも影響を及ぼすかもしれませんよ。自称正義の魔術師として見逃しちゃっていいんですか？わかったよ。やりゃあいいんだろ、やりゃあさ。頼りにしてますよ。大丈夫なのか。あの歩みの時のさね、あの知的世界、みんながすっぽんぽんぽぽぽぽぽぽんになってたあの世界でもこれを使った具現化した世界だったのか、あれは。うん、うわ、今回はどんな世界に触手ちゃんがいらっしゃるでございます。これは予想以上に危険な空間ですね。それでは細心の注意を払いながら深部へ向かうとしましょう。めっちゃ幻想的な世界じゃん。そこの触手、早速敵のお出ましか？いえ、あれは僕が急遽呼んだものです。こうやって絡んでもらうとちょっと卑猥ですよ、その表現。本当に卑猥だった。素敵ショットいただき。ね、体力が回復していくのを感じるでしょ。違う意味でも感じちゃうんすけど。ゆひちゃん、素直、素直すぎかこの野郎。こんな時にまで発情するとは、本当に君はどこまでも官能の魔術師ですね。このままでは足手まといになりかねません。一度この場で済ましてしまいなさい。なんてさ、言葉をさらっと言っちゃうんですか、ノリ様。いや、それは。ちょっと、キーボード操作、マウスは基本使用しません。了解。シフト方向でダッシュできるんだ。了解しました。はいな。このさ、クリスタルは、あ、元に戻るんだ。戻ってきちゃった。ちょっとさ、あのごめんね、ノリくんの部屋物色していいですか。空き巣かってね。はい。へえ、リンゴを6個くれたらご褒美を与えるぞと。なるほど、リンゴ。そういえばレサパンのなんか好物はリンゴちゃんなのかな。あ、すごい、ここにマップがある。わかりやすいティーですね、とっても。なんかさ、この紐すっごい気になるんだけど、引いたら何が出てくるのっていうさ。何なのか、関係ないかな。はい、でもちょっと気づいちゃった。待って、あ、これは隠れ家に行くまでの森みたいな。帰りまーす。のりくん、残して帰り、帰り、帰り、帰り。広いな、広いな、意外と。じゃあ、広いなということでね、小話でもしながら進めていきましょうかね。あ、なんかあるんだけど。あ、リンゴ1個獲得した。トットル、ラッキー。もしかしてさ、現実世界でさ、ここでもしかして6個拾えちゃうの？もうすでに。探しまーす。めっちゃあるじゃん、リンゴだよね。意外と6個ってサクッと見つかるんじゃないかとかちょっと思ってしまったんですが、ゆひちゃんジャンプしろよ、一マス分頑張れよ。はい、待って、どこ行ったか行ってないか分かんなくなっちゃった。はい、小話をしながらとか言いながら、すごい、ここに太陽があるんでしょうね、光が。めっちゃおしゃれなんだけど。はい、で、小話っていうのはね、ドラクエ11の話なんですけどね、全然やってない方がいても
ね。いや、やってた方がいたら逆にネタバレになっちゃうのかな、大丈夫かな。多分ラスボス戦の話なんでね、大丈夫と思うんですけど。なのですね、あの今ドラクエ11積んでるって申したんですが、ラスボス戦で積んでるんですよね。レベル上げが全然足りてなくて、っていうのが、あの私ね、ボス戦の時にまずね、戦闘に入ったら必ずリジェネをかけるようにしてるんですよ。 HP が毎ターン徐々に回復していくっていうね、魔法をですね、あのその名も癒しの雨っていうんですけどね。ジジイの癒しの雨をね、まず戦闘開始時にね降らせるんですよね。でそしたらね、なんとね、ボスがですね、あ、リンゴ発見。あの回復薬、回復魔法、回復薬をね、あの逆にする魔法、あのだから回復を使ったら逆に HP が減っちゃう、ちょっと待って、秋山森ロシみたい秋山森ロシみたいな声になりかけた、危ない。そう、あの回復をね逆にする魔法を使ってきてしまってね、あの癒しの雨というね、いつもならとても、はい、ありがたき雨がですね、デスレインとなってね、みんなのね頭上に降り注いでね、みんなをねハゲにするっていう魔法じゃないんですけど、はい、HP を徐々に癒しの雨、宝箱がめっちゃあるんだけど、待って、なんて書いてた、魔の森岬、なるほど。え、めっちゃ宝箱あるんですけど、取っていいんですか。取りまーす。マジックアップ、ガードアップ、スピードアップ。え、ゆうひちゃんに全部使っていいですか。あ、のりくんいるの。一人で空き巣しようと思ったら、のりくんもついてきてた。ちょっと待ってね。スキルとか、ファントムシュート。防御力を少し下げる攻撃を行う、命中率 100%、 ありがてえですな。防御力下げるっていいですね、絶対にボス戦で使おう。誘惑の触手、敵一体を魅了して動けなくする、なるほどね。で癒しの触手とな、味方単体の HP を小回復するホイミを初めから覚えてるんですね、優秀ですな、ノリ様さすが。はい、待って、今使ったじゃない、手に入れたアイテムは魔法攻撃、誰がでもさ攻撃要因になるかね、魔法要因になるかわかんないので、ちょっと持っときましょうかね。はい、で誰が何使うって分かったらね、使っていきましょう。はい、ということで、また話が飛んじゃったってヘペロね。デスレインのせいでね、全滅したんですよ。死んでしまうとは情けない、ジジイって叫んじゃいましたね。癒しの雨を降らせるジジイのせいで全滅したんでね。はい。っていう、はい。それからね、レベル上げめんどくさくてね、ドラクエ開いてないんです。テンペロ。いやー、どこ行ったっけ？あった。え、これもうさ、意外と6個集まったんじゃない？アイテムって？あ、あと1個！あと1個で、あと1個で、いいものが、早速見つけた、手に入る、トゥットゥルーでね、ドラクエ話といえばどんだけドラクエ好きやねんって、あ、ここ通れなかった。ドラクエ話といえばですね、ドラごめんね、魔術師の話と関係なくて、ちょっとね、まだ魔術師のお話に、ね、進んでないからね、ちょっとね、話したいことずんずんちょっと話させてください。ちょっと待って、外めっちゃうるさいけど聞こえないよね。え、何の話、あー、もうめっちゃ喋ってる、ちょっと、もういいか、聞こえても知らねえ。はい、こっちって言ったんだっけ、記憶力3秒なんで、もうどこに行ったかわかんないけど、多分もうリンゴ6個集まったから全部回ったと見ていいよね。はい、ということで、へーちゃんにリンゴを届けに行きましょう。武器とかもらえるのかな、もしかして。はい、餌だぞ。はい、君の言ってた褒美ってやつは？え、ふん、へーちゃんなんかくれるって言ったでしょ？え、ファイヤーチャージを覚えた。何それ、次のターン火力2倍的な。ノリはスキルクリティカルアップを覚えた。え、なになに、なんか最初から結構良さそうなの覚えちゃったよ。ゆひちゃんはファイヤーチャージ、炎の力が宿れます。通常攻撃、
炎属性、っていうことは初めにこれかけとけば攻撃力が上がるって感じでいいのかな。はい。でクリティカルアップ、会心率がアップします。会心率ってなんだろう、痛恨の一撃的な何かかな、わかんない。あんまりね RPG ねしないこともないんだけどね、知識ね乏しいのでね。はい、お勉強、ゆうひちゃんちゃんと中級魔法ぐらいは使えるように、使えるように。でもこれを見る限りファントムファイヤーどこ行ったってね忘れてるぞ、私と同じで記憶力3秒か。はい、ちょっとね地方からファントムファイヤー忘れてやがりますが、ゆうひちゃんが、まあ、どこかでレベルを上げてたら思い出すのかな。ちょっと ここなんか見えない何かがお料理作ってますが、はい、ゴールド、1500ファルス、なるほど、こっちのお金かな、あ、これですね。はい、操作は OK です、任せロリ。攻撃、物理攻撃を表します。防御、物理攻撃の防御力を表します。魔法、魔法攻撃力、回復力を表します。あ、物理の防御と魔法防御違うんだ。魔法攻撃の防御を表します。素早さ、行動、運、あ、運は状態異常なんだね、ちょっとここだけ覚えとこう。あ、待って、これちょっと覚えとかないと。毎ターン、ジッパーダメージ、混乱、味方を攻撃する。自分を攻撃したらさ、なんか治るとかあるのかな。暗闇、物理攻撃、命中力弾を、睡眠、行動不能、 OK、 麻痺、行動不能、スキルが使用不可になる、沈黙、了解。スタンも、待って、スタンは最大 HP がダウン、最大 HP がダウン、魅了、最大 MP がダウン、それはその攻撃内だけかな。あ、攻撃内っていうか、ノリの匂いがする、くんかくんか、ノリくん後ろにいますけどハート出してんじゃねえよ。あ、ゲーム止まった、バーロー、ゆうひちゃんがそんな、あん、失礼しまんたびっくりした、後ろにあるファイルが急に俺だ俺だみたいな。ゆうひちゃんくんかくんかしすぎて、はい、ちょっとムラってんじゃないわよ全部ちょっともう本当に毎回ちょっとハート出すのでね、ちょっと調べるのはやめときましょう。はい、ということで行きますか、やっと旅に出ますかっていうところで、もう18分もなるんですが、ちょっとじゃあ、CG ギャラリーマジか、見れるんだ、ちょっとるー、もうでも1個取得してますね。こっちは光ってるからこっちしかないか、了解しました。この光ってる、今ってね、向こう、調べられなかった。じゃあまずヘイちゃんかなヘイちゃん、メイちゃん、名前間違えてしまう、ごめんなさいメイちゃん、舌がメイって出してるからメイちゃんって覚えなきゃ、もう本当にバカ野郎。あ、アイテム買うふに、ありがとう、めっちゃありがてえや、ハイポーションでもさ、今待って、最大 HP って400しかないのか、じゃあ普通にポーションで今はいいですね、買っときましょう、ドーンとね、やめとこう待って、5個ぐらいにしとって、マジックウォーターいりそうですね。毒状態、ここら辺はさ、そういうのが出てきてから買えばいいか。マジックも、マジックは高いのね、一個的にしとくわ。じゃああとは全部ポーションに全振りします。はい、でのりくんに話しかけて、そういや、なんであのパンダたちは喋ることができるんだ。詳細を教えたところでバカな夕日に理解できるとは思いません。なのでしょう、説明を省かせていただきますイカリンコっていうことで、男女行ってね、男女行ってねえけど、ここでスポットライト浴びながらお別れしたいと思います、今回はちょっとマジ本当1ミリも今回進んでなくて本当に申し訳ございません。次回からちゃんと男女をね回っていきたいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。